まだまだ知らないこともプレーの中でいっぱいあるし、スパイクに見てきたなと思ってますけど、こうやってチームは積み上がっていくんだなっていう、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。まあ、いよいよ、ね、開幕が近づいてきて、はい、気分が高まっているところじゃないかなと思うんですが、今シーズン、はい、チーム指導から走ってましたけど、はい、コンディションもだいぶ良さそうだなと。そうですね、まあ、こんだけ走ったら本当にいつぶりかなぐらいいや本当に足はきつかったですけど、まあ、本当に、みんなと一緒にやってみんなに引っ張られて、なんとか乗り切ることができて、やっぱりその先にはね、やはりすごくコンディションもぐっと上がりましたし、もう本当に走ってよかったかなっていう、一緒にみんなと一緒にね、そういう空気を吸えて一緒にトレーニングできたのが良かったかなっていうふうに、ちょっと若返ったかなぐらいなイメージで自分ではいますけど、はい、今年で38歳ですよ。そうですね、まあ、あんま年齢は俺は気にしてないですし、その年齢的な衰えっていうのは、まあ、きっとありますけど、自分的にはそこまで大きく感じてないので、まだまだ知らないこともプレーの中でいっぱいあるし、まだまだたくさん勉強して学んで吸収していくところがあるのでね。僕は取材してていつも感じてすごいなと思うんですけど、特にこのシーズン前にコーチさんに話すると、はい、また新たなことにチャレンジしてるんだよと、はい、いうことをいつもおっしゃられてると思うんですけど、はい、やっぱりそういう毎年毎年こう自分の新たなスタイルだったり新たなこうチャレンジっていうのはしようと思って臨んでるんですか？そうですね、やはり課題だったりとか、まあ、自分の理想の、うん、プレーに近づきたい思いもありますし、まあ、あとチームの、ね、求められている役割っていうのもあるでしょうから、やはり変化が必要なのかなっていうふうには思いますね。まあ、それがなくなった時には、スパイク脱ぐ時かなと思ってますけど、まあ、その積み重ねで去年500試合、はい、達成しましたが、やはり印象深いゲームだったんじゃないですか、500試合というのは。まあそうですね、まあ、自分としてはそんな、まあ、一試合一試合積み重ねてきた結果だと思って、別に意識はしてなかったですけど、やはり周りの人たちがね、結構いろいろ言ってくれて、まあ、結構自分で思い返してみるとっていうところが大きかったんで、まあ、達成感とかそういうのは別にないですけどね。ないもんですか？ないですね、別にないです、本当に。ただもうチームで1試合勝利するっていう試合に勝つことだけしか考えてないですし、それが一番嬉しいことですし、行けるところまではまだまだ行きたいですけどね、たどり着いてないっていう気がしますするんで、まあ、今シーズン高幸さんや鈴木孝幸選手や、はい、富田大輔選手が、はい、抜けてしまって、はい、また新たな若いチームになったのかなという気がしますが、はい、いかがですか今年のチームは。もうチームの平均年齢もぐっと下がって、まあ、どのくらいでしたっけ？24歳強ぐらいね、そんな差があってね、なんか僕一人だけちょっと37歳で足引っ張ってる気がするんですけどけどやっぱり若いやつらもやっぱりこうもう上がいないっていうね、責任っていうかね、でもそういうのを感じてもらいたいから多分こういうね構成にしたと思うし、まあ、それを終えるだけの選手たちを多分集めたと思うんで、素晴らしい若者たちが集まったなと思って、まあ、僕もそっちに引っ張られるぐらいな感じでついていくようにしてますけど、若い側の方に最近ついていくようにして、ちょっともうね、自分からもいじってもらおうかなぐらいの、ね、感じで。いじってくる選手います？いや、いないですね。いないですか？まだいないですか？いないからもう自ら行きません、最近。でもやっぱり高幸さんっていうのはやっぱこのチームにおいて歴史においてかなり大きな功績を残してくれた選手じゃないかなと思うんですけど、はい、いやもちろんそうですよね、まあ、それはね誰もが知ってる選手ですし、まあ、もちろん地元の、ね、選手でああやって僕たちが苦しい被災してね、苦しい時に、まあ、一回現役を離れようと思ってたところをね、やっぱりそのためならと思ってね、
帰ってきてくれた人なんで本当に、感謝しても感謝しきれないですし、で高木くんのね背中を見て僕たちプレーできたっていうのはねすごい大きなことだしね、やっぱ口で言わなくてもやっぱ背中で引っ張れる人だったんで、まあ、本当に苦しい時はその姿を見れば助かりますし、チームは、まあ、そういうところをみんな多分見習ったと思いますし、まあ、僕もそれはねすごく受け継いで、はい、これからチームに残していきたいなと思いますけど、今年結果出すことで恩返しじゃないですけど、そうですね、今までこんなにありがとうっていう、いやー本当そうですよ、本当笑われちゃいますからね、これで結果が出せなかったらね、やっぱ俺がいた方がいいんだろうってぐらいでね、思われても悔しいんで、高さんいなくてもやっぱりここまでできたんだぞっていうのはね見せなきゃいけないですし、それがやっぱ責任っていうのもみんな感じてプレーしていかなきゃいけないですしね、高いたチーム新たなチャレンジに向けてチーム作ってきてますから、はい、今年はね新たに沖縄キャンプおじさんが本当にね初めて、まあ、クラブとして初めてそうですね遠方にキャンプする遠方というかね、はい、暖かいところで、ね、ころまさかね行けるとは思わなかったです、こんなに早く、やっぱりキャンプの良さっていうのはやっぱこうサッカーのことだけはずっと考えられるっていうのはねやはり素晴らしい時間だなというかね改めて思いましたね、こうやってチームは積み上がっていくんだなっていうね思いも、今実感も感じてるんで、すごい素晴らしいキャンプになりました。ただ厳しいキャンプでしたけどね、はい、また行きたいですけど毎年行くためにも今年やっぱ結果出してやっぱ沖縄キャンプそうですね、これ継続できるようにね、まあ、それはもうあとは僕たち選手の仕事なんで、はい、けどまあいい感じに仕上がってると思います、やっぱり今年はね昨年はホームであまりホームに来てくれてるたくさんのお客さんと喜べなかったんで、ホームでたくさん勝利をしてみんなと一緒にね喜びを共有したいなというふうに思いますけど、最後にサポーターにメッセージをお願いします。今年も、みんなと一緒に戦えることを本当に嬉しく思いますし誇りに思います。本当にみんなと一緒に、ね、戦っているという僕は自覚もあるしチームも自覚もあるんで、一緒に戦って一緒に喜びを共有できる回数を、ね、多くできるように選手は頑張っていきますので、後押しをいつも通りよろしくお願いします。